皆さん、毎度毎度。昨日来たおばちゃん、カットだけのおばちゃんなんだけどね、毎度毎度ね。で、切るだけで簡単なブローで買えるんだよね。まあ、そのお客さんはうちが良くて来るんだよ。結局ね、うちはシャンプーしないでしょ。ゆすぎもしないでしょ。別にそれ気にしないんだよね。ただ切ってくれればいいわよ。で、まあ、その分、値段がね、リーズナブルになってっからね。まあ、そのおばちゃん2100円か。中にはね、もう来たらね、問答無用でシャンプーしなきゃ切らないようなお店もあるけどって聞いたらね、だって普通、パーマ屋さん来る前に、ゆうべ洗ってくるじゃないっていうね、そういう理屈なんだよね。お客様はね、ほんといろいろいるからね。だからね、うちのお店に来てね、シャンプーしないから来ないって人もいるかもしんないね。まあ別にうちシャンプーするよ。言ってくれりゃお金出せば。これからね、高齢化社会になってね、やっぱり年金生活者増えるからね。年金生活者はほんとお金大事にするからね。まあ気にしない人もいるけどね。まあいろんなお客様にね、対応するっていう意味を含めてね、もう簡単なカット、もうシャンプーしません、ゆすぎもしません、切って簡単に乾かすだけコースってのも作ってもいいんじゃないかなと思うんだよね。だからこれからね、値段表いじる人はね、本当にもうそうやって書いちまった方がいいよね。うちなんかもう書いてるからね、カットね、2100円から4300円以上までね。まあ4300円以上っていうのはシャンプーカットブローだよね。まあ多分、そういうお客さんいないと思うけどね。一応書いておく。髪の毛が多くてね、太くて硬くてね、チャラチャラってやってもらいたくないような方ね。まあそういう方に対応するためにね、値段高くね、対応しておくと。美しく言えば。やっぱね、中にはね、心配性な人もいるからね。本当にちょいちょいってやられて終わりって言われてね、帰るんじゃね、嫌だっていう人ね。だからそういう人に対応するにはもうちょっと高くてもいいのかな。本当に。多分10月ぐらいまでにはもう、もっとね、値段直していくけどね、消費税に向かってね。だから多分そしたら4800円ぐらいでもいいのかな。そんなカットね、シャンプーカットブローね。あ、そういえばペイペイのさ、登録忘れてんね、うちね。なんでもね、最近ね、やるやるっつってね、忘れてんだよ。で、この前の火曜日もね、墓参り行っちまったから、アイスコーヒーが美味しく見えそうなね、グラスをさ、ダイソーで買おうかなと思ったけど、それも忘れちゃったね。買えなかったね。あと、水道でしょ？うちの水道のなんかタラタラ垂れるとこの、バルブ研磨じゃねえけど、あれもね、やらなきゃいけないし、今度の火曜日は実家がね、漏水してんだよね、水道ね。あっちが急ぎんだな、今度の火曜日はな。動画の方はね、撮れやすい方ね、難毛細毛、まっすぐ系の毛、サラサラの毛。これ一番強い血を、プレミアロワイヤールのね、一番強い血をでね、かけていくんだけどね。まあ、あれ使えば簡単にかかるね。簡単にかかるじゃないよね。取れにくくかかるよね。ただパーマ液ね、大きすぎるとチリチリになるからね。ちょっと注意なんだよね。早めにね。もうかかったなと思ったらすぐに2匹かけないとね。ほんで、一番強い血をはね、テストカールの時緩めに見えるからね。髪の毛が柔らかくなってっからね、緩めに出んのよ。ほんで、なんかね、考えてるうちにかかりすぎちゃうんだよね。ロレアルのね、プレミアムのね、ロワイヤルの血をの話ね。はい、お疲れ様でした。